祝い幕に込めたメッセージ、市川團十郎。12月の祝い幕、歌舞伎俳優の13代目團十郎さんの妹市川水仙さんがブログを更新。12月公演初日と題し、祝い幕について綴った。水仙さんは本日初日でございます。準備に追われておりましたが、あっという間に今月も初日を迎えました。たくさんのお客様でにぎわっております。こちらは昼の部の祝い幕です。大輪のボタンと少し小さな可愛らしいボタンです。日本画でボタンというのはあまり正面から描かないそうなのですが、今回は兄と勸玄に見立てて描いていただきました。そして少し天を仰いでいるように見えますのは、父が天から見守っているとの祈りを込めて。日本画家の福井幸太郎先生が表現してくださいました。どうぞ一月間よろしくお願いいたします。推薦と綴り締めくくったブログ読者からは、12月の祝い幕も重厚感あふれる見守る気持ちも伝わってきました。柿色に素敵なボタンのお色ですね。新之助さんが團十郎さんに少し寄り添う感じも出ていて素敵です、などのコメントが寄せられている。父への祈り、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。